イかゴの戦いは、小学坊、足利重氏と関東管連上杉氏一族の間で行われた戦いである。京徳の乱における激戦の一つで、武蔵国イかゴ周辺において、長六三年から文明九年にかけて断続的に続けられた合戦を指す。ただし、文明九年の合戦が大規模であったため、この戦いのみを指す場合もある。京徳三年から始まった、 京都区の乱は長期化の様相を見せ、一度は上杉市に追われた足利重氏が下宇佐国古賀御所を拠点にして反撃を開始したことによって関東地方は利根川を境界として東側は古河坊陣営、西側は関東管理陣営に事実上分断されることとなった。特に北関東では古賀軍が 下谷国方面より、上杉市の拠点上の国を圧迫し、南関東では、上杉軍が、武蔵国方面より、小学坊の拠点下宇佐国を圧迫していたため、両陣営にとって、中間地点である、利根川中流域の制圧は、敵陣営の軍事的圧力を緩和する意味で極めて重要であった。すでに交渉2年9月17日には、利根川沿いの武蔵国を壁限で、 小賀軍と上杉軍が衝突している。この前後に、利根川流域において、押城、深谷城、関宿城などが、次々と築かれるようになった。長六三年、関東管令、上杉ふ明は、いかごに城塞を築いて、持ちとも、某正し、凶暴、正刀ら一族の主だった者たちを結集させた。これを知った、足利重氏は、 いかごに攻撃を加えようとして出撃した。10月14日、両軍は近くの大田省で交戦した。この結果、上杉凶暴が戦死するなどの打撃を受けた。だが、上野の井は、松江淳、墓地国が、上杉軍に加勢するとの方を得た。上杉暴ただし、政府時は翌日と根川を渡って、上野側に陣地を張る小賀軍を跳ね継ぎ、原、恵比セ口にて攻撃をかけるが、 再度敗戦した。上杉軍は大打撃を受けたが、小賀軍も撤退したため、伊カ後は、上杉軍の手に確保され、以後フサはここを拠点として、長期戦の構えを見せ始めた。なお、室町幕府は、伊カゴに援軍を派遣する予定だったが、芝吉都氏が内乱を引き起こし、責任を取らされて追放されたために中止となった。その頃、上杉氏の要請によって、室町幕府将軍、 足利義政のイボアに、正友が、新しい鎌倉久保となるべく、伊豆まで下ってきたものの、正友を受け入れるか否かで、上杉一族の意見がまとまらず、伊豆堀越に泊まって、堀越久保を名乗っていた。正友に仕えていた、上杉正則は、修行時排斥こそが正友の鎌倉入りに向けての、最大の説得材料になると考えて、干渉六年伊豆から出陣し、 関東官令、上杉ふ明や一号守護の上杉坊ただし、その子は貴佐だと合流すべく、いかごに向かった。幕府は、駿河の今川義忠、斐の武田信正の両主後にも、正則救援を命じたが、援軍到着前に、上杉軍を叩こうとした小賀軍は再び、大田省から五十四に進出した。だが、翌文省元年2月12日に、上杉ふさがイカゴ、いかで急死。 子供がいなかったため急遽秋貞を養子として、関東官僚を継承させた。これによって、戦闘は一旦急戦となったのである。その後も小賀軍と上杉軍は、理科後で睨み合いと小り合いを繰り返しつつも、関東各地で一進一退の戦いを繰り広げていた。ところが、文明5年関東官霊化である三内上杉家の、火災、長岡毛信が死去し、続いて、 大木に上杉家の上杉精神が、いかごでの攻防戦で、小賀軍によって撃たれてから、にわかに状況が一変する。火災を告げなかった、影信の子、長尾影春は秋田を恨んで、重芸う方に寝返って、挙兵する。文明八年、影春は、三内上杉軍が駐留している五十四を囲んだが、堀越久望軍と、大木に上杉軍の主力を率いていた、上杉正則と、 大田道館が今川氏の内紛仲裁のために兵を率いて、駿河国に入っていたために秋貞田は援軍を得られず、翌文明9年1月18日伊下五条は、陥落して秋貞田は過労じて、上野国に逃げ帰った。ここに長年にわたった伊下五の陣は解体したのである。その後継春の反乱を抑えたのは、大多に上杉家の当主、上杉定正を補佐する。 大田道館であった。これを見た秋貞は、大北に上杉家の台頭を危惧して重氏との講和を望むようになった。以後、選挙区は山内、大北に両上杉家の対立へと次第に構造を変え始めようとしていたのである。ありがとうございます。